カッパッパー、ルンパッパー、カッパキザクラカッパッパー。というわけで今回のテーマはカッパです。今の歌はキザクラの CM のカッパの歌ですね。知っている人は昭和生まれ決定。カッパソングを歌った時に、カッパッパーと出るメッセージは、このキザクラの CM が元ネタかと思われます。そうなのか？もう一つ根拠があって、カッパ状態を直すイエローチェリーも、日本語に変換すると黄色のサクランボ、つまりキザクラってことですね。そこにもかかってたか。キザクラキザクラソフトなお酒。イエローチェリー。雪男のウーマロがイエローチェリーを使用すると、元気100倍。赤くなったな。防御力がアップした。魔法防御力がアップした。素早さがアップした。回復能力がアップした。これだけアップします。これは酒の影響か？さっき赤くなってましたしね。イエローチェリー。このイエローチェリー、キンキンに冷えてやがる。ちなみに攻略本を確認すると、イエローチェリーはこんなイラストでした。サクランボじゃん。カッパの基本。カッパ状態になると、カッパ装備品を除く武器、防具の攻撃力、防御力が、すべてプラス1になってしまいます。プラス1か。あれ、でも武器だと攻撃力は21から変わっていないようだけど、これは素手状態の攻撃力が反映されているからですね。素手は通常だと攻撃力プラス10、それがカッパ状態になるとプラス1になるんです。素手にも攻撃力があったのか。はい。今、攻撃力は21ですね。うん。カッパ状態を解くと攻撃力30となりました。ほんとだ、アップしてる。防具に関しては防御力がプラス1となっています。ただしフォースシールド、血塗られた盾はピクリマ版だとゼロのままですね。スーファミ版ではプラス1に変わりました。ピクリマ版だと仕様が違うんだな。次にバトルでの状態ですが、特殊コマンドが使えなくなります。今は機械が使えませんね。文字が灰色になってるな。また魔法ですが、カッパーだけ使えるようになっています。元に戻すようか。ノーメル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 、いいケルケルケルケロップ、カッパー。そんな栄称だったのか。ミラージュダイブ。9999。このようにカッパでも瀕死必殺技は発動します。なかなかレアケースだな。928。このように武器の追加効果は発動します。魔法攻撃力自体は低下していません。そうなのか。ホーリーロット。またロット折りもできますね。補強、9999。ロット折り強えな。ロット折りは魔法防御虫ですからね。魔法防御虫だったのか。そしていつも検証相手になるサボテンダー君。僕にも気づくらちょうだい。盗賊のナイフの効果。効果がなかった。このようにピクリマ版だと盗賊のナイフのブンドルが発動しません。スーファミ版なら盗めなかった。このようにブンドルが発動します。へえ。武器によるダメージ。まず一般の武器で攻撃してみます。667。弱いな。攻撃力プラス1ですからね。次はハルシオンに変えてみます。お、ガードした。1350。クリティカルにもなったな。はい、剣によるガード、そしてクリティカル効果はあるようです。次はライトブリンガーです。1606。これもクリティカルになった。次はアルテマウェポンです。801。これは HP が減った状態でのダメージですね。今度は HP 満タンです。1364。おー、強くなった。どうやら HP の割合によるダメージは反映されているようです。ただし攻撃力はプラス1扱いですね。続いてはバリアントナイフいきます。1630。今は HP 満タンですね。次はダメージを食らってからです。3954。これも強くなったな。はい、HP 減少分のダメージ計算式は有効のようです。そして防御力無視効果もありますね。また検証相手にされるサボテンダー君。前回水ちょうだいって言ったけど、水は僕の弱点だった。
サボテンに水をやりすぎると根腐れを引き起こすようですね。やりすぎ注意か。最後はイカ様のダイスとダイスを見てみます。144、3168、31、594、198。ピンゾロが出た。これは試行回数1回目です。それはかなりの強運だな。これもイカ様かもしれません。それはありえる。9999、4ゾロ、9999。ところでこれかなり強くね。はい、強いです。イカ様のダイスおよびダイスはカッパ状態になっても何も変わりません。ダメージ計算式が特殊ですからね。そうか、攻撃力がプラス1になったところで何も変わらないんだな。はい、それにダイスとイカ様のダイスはもともと攻撃力プラス1ですね。そこも同じだったか。カッパ装備。カッパ装備とは、カッパ状態の時に装備すると威力を発揮する武器防具のことです。これら4つの武器防具ですね。ふむふむ、サゴ状の槍、甲羅の盾、サラってのは名前の意味はわかるんだが、アーマーガッパってどういう意味だ？アーマーガッパは、アマガッパということですね。そういうことかい。ではこれらの装備の強さをそれぞれ見ていきましょう。まずサゴ状の槍です。こちらは攻撃力253となっています。253か、それはとんでもない強さだな。こちら武器を攻撃力順に並べたものですが、サゴ状の槍は第4位となっています。ただしアルテマウェポンやバリアントナイフは防御無視効果もあるため、単純な比較はできませんね。そうか。またサゴ状の槍を投げた場合は、サゴ状の槍9999、攻撃力253の武器として扱われます。それはかなり強力だ。次は甲羅の盾です。すべての盾の中で防御力は1位、魔法防御力は2位です。そんなに強いのか。なお魔法防御力トップはフォースシールドで値は70ですね。また魔法防御力、回避率、魔法回避率はカッパ状態でなくても有効です。防御力のみがカッパじゃない状態だと1になるだけですね。そうか、防御力に目をつぶれば普通に装備してもかなり強力なんだな。また水属性吸収、魔法のカッパーを1倍で覚えることができます。魔法のカッパーは後で紹介するさら、アーマーガッパでも1倍の速度で習得できるので、3つとも装備すると合計で3倍の速度で習得できますね。速度も足されるのか。ちなみにこちらが盾の防御力順です。盾にはいろんな性能があるので、詳しくは盾特集の別動画をご覧ください。よろしくだぜ。さて次は皿の紹介といきましょう。防御力、魔法防御力は42で、どちらも頭に装備できるものではトップの性能です。トップか。またこの装備も、カッパじゃなくても魔法防御力だけはそのままの値ですね。なるほど。基本防御力だけがカッパになると変化するんだな。そういうことです。そしてこちらが頭装備を防御力順に並べたものですね。皿が堂々トップだな。源氏の兜より硬い皿。最後はアーマーガッパです。ミノみたいなイラストだな。防御力はスノーマフラーに次ぐ2位の100となっています。魔法防御力はトップですね。スノーマフラーが防御力トップだったか。こちら体装備の防御力順です。ふむふむ。ベヒーモスーツが3位なんだな。はい。そして4位が源氏の鎧ですね。ここに来て初鎧。じゃあ試しにカッパ装備で攻撃を受けてみましょう。今、ロックはカッパ装備、シャドウは源氏装備をしています。防御力はそれぞれ254、227です。861、31。おお、結構変わるな。はい。防御力は27の差ですが、ダメージはかなり変わりましたね。なお防具をすべて外すと、6850、6375。ひえー、こんなにダメージ出るのか。このフランインセクトの攻撃力は桁外れの180ですからね。そんな強いのか。でもシャドウは回避して前線してる。まあ忍者やからな。ミス。シシマルガード。6964。しっかりしろハットリ。せやかテクドウ、こいつ強すぎるわ。モンスターのカッパ。カッパッパー、ルンパッパー。次はモンスターがカッパになるとどうなるか見ていきましょう。モンスター用のカッパのグラフィックスもあるんだな。280。で、普通に攻撃してきたぜ。はい。
モンスターがカッパになっても攻撃してきます。ダメージも普通に食らったな。306。もう一体カッパにしました。306。ダメージも同じじゃん。そのようですね。またモンスターによってはカッパ耐性があり、そのモンスターにカッパを使ってもミスしてカッパにはなりません。そうなのか。調べたら371種類のモンスターデータのうち、286種類はカッパ耐性がありました。かなりのモンスターに耐性あるじゃん。はい。ボスには効きませんしね。612。何今の？光ったぜ。クリティカルヒットのようです。本来なら特殊攻撃の出るところが、クリティカルヒットに置き換わるようですね。ボギーの特殊行動はガルルルルルという技なので、それがクリティカルに置き換わっています。そんな仕組みなのか。じゃあカッパになってもそんなに弱体化しないんだな。そうですね。あ、エドガー死んじゃった。カッパッパー、ルンパッパー、キーガクラー。一方こちらはスーファミ版です。お、カッパの色が違うな。そうですね。そしてさらに普通の攻撃もクリティカルになってます。え、マジで？これはカッパ特性を持つモンスターがこうなるようですね。このボギーはカッパ特性があったのか。クリティカル、クリティカル、こりゃカッパの方が強くね。今度は用心棒というモンスターです。あ、カッパの色がまた違うんだな。かまいたち。え、カッパなのにかまいたちを使ってきた。そうですね。クリマ版だと使いませんでした。相打ちクリティカル、相打ちクリティカル。相打ちはクリティカルに置き換わっています。カッパの行動は謎が多いな。またカッパになると特殊行動をするモンスターが2体います。まずはま大陸脱出時に出現するノーデです。生足を名産カッパー。カッパになるとカッパー、逃走、逃げた。自分自身にカッパーを使ってカッパ状態を解除し逃走します。そんな行動があったのか。カッパ姿を見られて恥ずかしかったからかな。まあね。次はキングベヒーモスの通常版です。カッパー。必殺マジシリーズ、連続普通のパンチ。このように2回連続攻撃をしてきます。なんだ、それだけか。これがあと2回繰り返されますね。連続普通のパンチ。これが2回目ね。連続普通のパンチ3回目。この後はどうなるんだ？カッパー。このようにカッパーを自分自身に使って解除します。キングベヒーモス、カッパー使えたのか。まあねー。コロシアムのメリットデメリット。カッパ状態でコロシアムに挑むとオリジナルコマンドと魔法のカッパー以外は使用しなくなります。戦うを選びやすくなるのがメリットですね。イカ様のダイス乱れ落ち。戦うが発動すればこっちのもんだな。カッパー。ミス。しかし運が悪いとカッパーを連続で唱えたりしますね。カッパー。ミス。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。魔法のカッパーを使わないためにモノマネし午後で参戦するという手もあります。コマンドの魔法は外しておきます。サボ風の槍乱れ落ち。これで確実に戦うが発動しますね。なるほど。あれ、でもこれは別にカッパじゃなくても良いんでは？そうでした。ただカッパ装備をできる剣が良いですね。サゴ状の槍とかか。開炎暴走カッパモード。こちらはスーファミ、PS、GBA 版限定の裏技です。まずバトル中に、開炎を戦闘不能、敵か、ゾンビ状態のいずれかから回復させます。今回は戦闘不能から回復させました。うん。次に必殺剣を選び、2番目の空を発動し、待機状態にします。また待機状態の時に、開炎にカッパーを唱えてカッパにします。カッパ貴族だカッパッパ。この状態で、味方キャラのいずれかが攻撃を食らうと、おのれ許さん。
うん、カッパの火炎が攻撃を続けてるぜ。止まらん。これが火炎暴走カッパモードです。敵を殲滅するまで攻撃が終わりません。マジか。お、一体倒した。でもまだ止まらない。加速。またつまらぬものを切ってしまった。火炎を怒らせると怖いな。なお同じ必殺剣が使える午後でもできますね。カッパの英語表記。言語を英語にすると、カッパはインプと表記されています。魔法のカッパーもインプとなっていますね。ほんとだ。インプって悪魔だっけ？はい、そうですね。海外ではカッパが馴染みのないものだからでしょうね。日本の妖怪だもんな。そしてカッパ装備の名前も英語ではこのようになっています。こちら英語名と説明文です。ほうほう。説明文にもインプが使用するって書かれているな。そうですね。なお日本語訳は Google の翻訳機能を使ったものです。英語の発音もわかるから便利だよな。またイエローチェリーは、グリーンチェリーという名前になっています。え、なぜ色が変わるんだ？英語のグリーンには、売れてないっていう意味もあるようです。熟していないサクランボか。カッパッパー、ルンパッパー、カッパキザクラカッパッパ。最後は火炎に決めてもらいましょう。破壊の翼。セリス殿、己許さん。火炎暴走カッパモードか。またこの時に火炎の装備を変えると、え、槍に変わった。変更した装備が反映するようですね。信じられない。じゃあ今回はここで終わりましょう。おつおつ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。カッパッパ、ルンパッパ、キーザクラー。